田舎寿司を食べたことありますか？ごめんなさい。ごめんなさい。田舎寿司とは、郵送を使ってた酢飯と山の幸を生かして作られる雲町の郷土料理です。まくりや祝い事などで食べられてきた家庭的なお寿司。季節ごとの食材を生かした色鮮やかなのが特徴です。本当ね、おこんにゃくはね、ほんとよく入らん。これぐらいしか。どうしたら長いね。これをね、キューッとこう、ちょっとこう、口開いても我慢してね、キューッとこう、ちょこんとね、置いとったらね、それがね、出てくるぐらい。こんな感じ。それから、しいたけは、まあこのちょっと大きいも小さいもあるけど、だいたい、こう握って、まあ この上からご飯が見えんぐらいが本当はいい。しないよ。こんにゃくにしよう。めっちゃちっちゃい。